大中、三浦、大島の対戦となった準決勝第2試合は、三浦がダブルスタートを決め一歩リード。ゲームは第3フレームへ。まだストライクが来ていません。大島です。第3フレームの1投目、外に出したが来た、ストライク。ボールチェンジが成功しましたね。ナイスボールです。やはりボールっていうのは重要なんですね。はい、そのあたりのボール選択というのも注目であります。さあ大中、大中だけまだストライクが来ていません。んちょっと厚めに入ってるが、ちょっと厚かったか。さあ現在2連続ストライク、ここが一つの進化を問われますね。はい、ストライク来てターキー行けば大成功。あーっとピンアクションで倒れた。しい、なんとターキークオリティスタートができましたね。はい、ターキーは自信になると思いますよ。そうですね。さあ大中、スペアです。さあスペアが大中は3つ続きました。さあ1つストライクが来た大島、今度は左側の17番レーン。ここもセブンピンが残りました。1回戦がビッグゲームだっただけに、ちょっと慎重に入りすぎてるっていうところも私には見受けられますけどもね。さあ大中、まだストライクが来ていません。集中して、さあ第4フレーム1投目来るか。おっと、なんと割れてしまいました。4番10番ですね。はい、まずは大島、大島はスペア。さあ大中、狙いすぎたんですね。狙ってきたか。さあ大中がストライクがないまま、ここはオープンフレームとなってしまいました。さあ三浦です。リリーガーとして2戦目、ここでストライクは途切れました。準決勝は1位だけが決勝に勝ち上がるというシステムです。スペアを取りました。この後ゲームは波乱含み。